アメリカ・オランダ改革派協会は、アメリカに移民したオランダ改革派の信徒が、1628年にアメリカで設立した団体である。現在は、リフォームドチャーチンアメリカと言い,い、アメリカ合衆国で2番目に大きな改革派の教団である。1517年マルティン・ルターが宗教改革を始めると、ドイツの北部のオランダにルター派が広まったが、 次第にオランダ北部を中心にカルバン派の影響が強くなった。オランダのカルバン派は、ゴイセンと呼ばれながら、次第に勢力を拡大し、ドイツ皇帝の迫害に目視しなかった。ドイツ皇帝が軍隊で弾圧を始めると、オレンジ公ウィリアム一世を指導者として対抗した。北部が独立したり、内紛が起こった。1581年にオランダの政情が安定すると、 教会は、ハイデルベルク信仰問答と、ベルギー信条を採択し、オランダ改革派教会が成立した。1620年頃から、オランダ人がアメリカに移住をはじめ、オランダ移民により、アメリカ・オランダ改革派教会が形成された。長年鎖国していた日本が開国すると、1859年11月、アメリカ・オランダ改革派ミッションの日本、派遣宣教師として、 改革派協会牧師の SR ブラウン、選挙師 GH フルベッキ、医療選挙師 DBE シモンズを選んで派遣した。それ以降、ジェームス・ハミルトン・バラ、ヘンリー・スタウト、チャールズ・ウォルフ、JL ・アメルマン、ユージーン・ブース、マーティン・ワイコフ、ハワード・ハリス、アルバート・オルトマンスなどの選挙師を送り出し明治期の日本の学校教育に大きく貢献した。ありがとうございます。